まあ、もともと使ってるカメラがね、これは、ここのカメラだけ 4K ですけど、あとはね、HD が必要ですんでね。さあ、ってことで。もう、とにかく、とりあえず、あと4時間は、もう、勢いで行くか。よし、やっていきましょう。よし、さあ、新シリーズもどんどん上げていきましょう。よいしょ。さあ、21時になりました。残り3時間で、投稿数200、ですが140、148ですね。12個ぐらい、10はいいですね。10ぐらいできてる計算なのかな。あ、今増えた。149になりましたね。こんな感じか。あと50枚、300には載せないかな。ちょっと微妙そうですね。まあ、残り3時間も、もう、こっからはね、もう、フルプッシュでね、上げていきたいと思います。聞く動画の長さによって、本当、よ、ね、サイズで、だいぶエンコード時間がね、変わるんでね、気抜けないですね。だいたい7分、とかできない。でもここは10分以上空いてるもんな。10分間隔くらいになってるところも、なんかちょっとここら辺はボリュームありますかね。そこら辺やったら8分タクトとか出てきてますけどね。ここなんかやったら、ここは5分で、あ、そっか、こっちか。投稿完了ですもんね。5分やで、やっぱちょっと短いですね。1分かかるぐらいはあるのかな。そうですね。ここなんかは5分で終わっとるけど。さあ、残り2時間、22時間経ちましたよ。本数が260、ですから159上げましたね。まだ正確な数字、これ99から始めてたはずなんですけど、ちょっと正確な数字はまたちゃんと計測しますんでね。コードが終わったら、とりあえず、ちょうど10時の段階で、43シリーズですね。磯川が回りすぎたって言って、紀伊半島ぐるっと回って、特急南紀と黒潮を使ってね、大阪難波に行くっていう動画でしたね。のやつが上げ終わりまして、で、次がなんだ、あれだ、磯川回れのあれですね。成功例っていうので、京都に高速バスで京都まで行って、そこから大阪のね、北の方、梅田の方とかに入っていくっていうね、動画ですね。それが25個なんだか多いよな。1シリーズが本当に多いよね、うち。これなんかもう日帰りで撮って25分撮ってんですもんね。すごいですよね。まあでもやっぱし散歩が増えたんで、そういう方のが増えるのか。でもドライブの方が結局やっぱ増えるのは増えますけどね。長いよ、こっからまだまだ。だって、今200本開けたと言ってますけど、たままだ800くたもあるわけですからね。えげつねー。よーきあげましたね、しかし、YouTube の方に。まあでも、こっちの方のね、コンテンツもね、増やしていったらね、どうなっていくのかっていうところですね。まあ、難しい、ニコニコ動画でやる場合はね、まあ、うちはもう多分、鉄道系では、ニコ動ではやれんす。やっぱ、すごく詳しい人が、わっと多いんで、このね、素人レベルの人が行っちゃうと、もう全然違うこととかで出ちゃうんでね、もう完全に、叩かれて、叩かれもせずに多分、終わってっちゃいますんでね。そういうところがね、ちゃんとした知識を持ってね、やってるよ、プロだよ、みたいなね、ところで、ね、ちゃんと知識持ってるところで、専門ジャンルでね、やるんだったらね、ニコ動はね、絶対、固定のね、ところがつかめるんですけど、うちのね、ところだとね、そこいった鉄道知識はないんで、
そこは、そこを狙っていかないところになってきますよね。どうなんですか、鉄道系でやっぱゆっくりがメインになってくると思うんですけど、見てると今最近それでね、ニコの方ねチェックしてますけど、ニコニコの方だと今多分一番なんだろう安定して回ってるのは日光圏さんになるのかな。 YouTube でも何万人だったっけな、結構登録者がいるチャンネルですけど、あ、でもそうか、 8.9 万人いますもんね。そうで、こっちの方でもね、7万再とか10万再生とか言ってるんで、まあ全然ね、人気ジャンルのところですけど、ニコニコだと多分ここが今一番鉄道系では強いのかな。まあですから日光圏さんもね、やっぱ鉄道知識とか、すごくね、冗談というか、ブラックユーモア的なところを、詰め込みながらね、詰め込みというか、ガンガンに詰め込んでますけどね、詰め込んで、やってますけど、ちゃんとね、鉄道知識のところはね、しっかりとした知識があるよっていう、裏付けのもとにね、やってるっていうのがね、すごくしっかりとしてますよね。やっぱそういったところが、ニコ道は結構、厳しく見られるところがありますんでね。ですから、うちがどうして最初バイスシュバルト始めたのかっていうと、まあ、周りでね、バイスシュバルト、詳しい人も多いよっていうのと、当時ね、まだ私がカードショップで働いておったのに、要は、まあ、それでね、お金もらって食ってたんで、で、まあね、ある意味でプロ、ね、プレイヤーとしてはあれですけど、要は販売者としてのね、は一応ね、それでね、おまま食ってたわけでございますから、ね、それなりに知識ありますよっていうかね、まあ、当時だったらね、ブシロードの営業の人とかともね、結構話したりとかっていうこともあったりしましたからね、何回かなんかやらかしたことあったけどな、なんか豊川でなんかやらかした記憶とかあったけどな、なんだっけ、あれ、あ、そうだ、豊川行って、いきなし、カオス TCG が発売になる時か、の、講習会に急に、行くんすけど、車がないんで、行きは電車で行くんすけど、送ってくださいし、鈴鹿で買い物しとったら急に呼び出されて、K 君っていうね、今付き合いのない、ところの子なんですけど、当時ね、おった、あの時ニートやってたとかな、うちの前にニート多いな、K 君っていうのが、追ってそいつに呼び出されて、急に、2時間後に終わるんで、2時間後までに来てくださいってね、鈴鹿におった時に言われてね、あ、その後あれ違うわ、岡崎だ。うん。岡崎で俺、東岡崎駅の方に行って、全然ねえやってなってた、JR の岡崎駅の近くの方だったっていうんでね、慌ててそっちの方にもう一回行ってっていうようなことをやったな、懐かしいな。で、岡崎駅のところに行って、懐かしいな。で、そっから、豊川の方に行くのに、車で、そいつが俺を足にしたたたんで、呼び出したっていうんでね、行って、行って、ゼーハーしながらね、で、2時間って言っとったけど、結局、2時間後に終わるって言ってた、結局、じゃなくて、2時間後から始まるだったかな、で、結局、行って、講習会間に合ってね、うちも、それで、ゼーハー言いながら現れて、石橋、愛さん、ね、愛さんか。だよな、当時のね、ブシロードの営業の担当の人で、山倉さん何やってんのって、岡崎ですよ、ここって。そう。なんだったっけ、JR の岡崎駅から結構近いところにあったカードショップっていうよりはおもちゃ屋さんみたいな感じだったけどな、ジュエルスペースはしっかりとあるって感じでしたけどね。今もあるのかな、あれ、岡崎駅でしたね。懐かしいな。多分初めて岡崎に行ったのその時じゃないかな。大学時代は岡崎はね、ちらっと上の方ね、大樹寺の方あたりをかすってるから、まあ一応岡崎行ってるっちゃ行ってるってことになりますけど、ちゃんと岡崎に行くっていう感じで行ったのが、その時が最初ですね。